葛ずかせは、栃木県佐野市葛ず地区にある自然死刑博物館である。葛ず地域やその周辺には、古生代ペルム期に古太平洋の真ん中に位置していた海底火山上の珊瑚礁で形成された大きな石灰岩体で2009年に日本の地質百選に選定された葛石灰岩が分布し、その標本などを軸に展示が構成されている。百七十九年。 ふずうち土資強度資料室として発足。2004年度、学芸員を配置。2005年度、博物館登録、改装開館した。常設展示は、アンモナイトなど中世代の化石、フズリラやウミユリをはじめとする、ペルムキの化石、日本全国の石灰石、石灰岩地帯の小乳洞や、地面の裂け目から出土した、新世代第4期の石椎動物化石などである。 企画展示も行われる。日本祭の全身骨格化石、矢部大津の地下化石、関東地方発のバイソン化石、世界最小のナウマンゾウ化石なども所蔵研究されている。毎年市内の山林で化石採集教室が実施されており、フズリナ、ウミユリ、ワンソク類、コケムシ、サンゴなどの化石を見つけることができる。佐野市立区図図書館と同一建物にあり、 佐野市役所区通庁舎、佐野市立区頭伝承館、佐野市立吉沢記念美術館、栃木県石灰石膏業会館などに近接している。東武佐野線区頭駅より徒歩8分、または北関東自動車道佐野田沼インターチェンジより15分、入館無料。佐野市、千波町大釜地区のペルム紀の石灰岩から新種の湾足動物の化石を、 学芸員研究チームが発見した。2010年頃から最終し2016年に発表。学名は、悪立なオギメンシス。ありがとうございます。